4. カチカチ山。カチカチ山といえば悪さをするタヌキをウサギが懲らしめる昔話でしたよね。実はこのカチカチ山、ホラー映画顔負けの恐ろしい話だということをご存知でしょうか。カチカチ山に登場するタヌキはおじいさんとおばあさんが営む畑を荒らしていました。ある日タヌキはおじいさんに捕まって縄で縛られますが、反省したふりをしておばあさんに縄をほどかせます。その瞬間にタヌキがおばあさんに怪我を負わせて逃げるというのが一般的に知られているストーリー展開。しかし本来のカチカチ山ではタヌキはおばあさんを撲殺してしまうのです。そしてなんとおばあさんの肉を使ってバー汁を作ります。おばあさんに化けたタヌキは帰宅したおじいさんにタヌキ汁を作ったと嘘をつき、バー汁をなんと振る舞いました。真実を知らないおじいさんがバー汁を平らげた瞬間、タヌキは正体を現し真実を暴露して逃亡したのです。こんな残酷な話があるんでしょうか。さらに残酷なのはこれだけではありません。現在一般的なカチカチ山では溺れたタヌキが許しを請いウサギに助けられます。そしておじいさんに謝罪して幕を閉じますが、これはかなりマイルドに脚色されていたようです。元のカチカチ山はウサギの残酷さが際立った展開になっています。元の話では木の船に乗っていたウサギは泥船が沈んで溺れているタヌキを助けていません。溺れるタヌキを見たウサギはタヌキに反省を促すつもりなどなく、船を漕ぐ貝でタヌキを叩き浮かんでこないようにしてタヌキを溺死させるのです。一応ウサギにはおばあさんの敵討ちという名目がありますが、言い伝えによっては単にタヌキを殺害するだけの話もあると言います。こうなってくると必ずしもウサギが善、タヌキが悪という単純なものではないような気がしてきますよね。